皆さんこんにちは。いつもコントロールチャンネルをご視聴していただきありがとうございます。今日はですね、特別編ということで、戸部大輔投手、大野投手、大野大輔投手、ごめん、戸部大輔投手、大野雄大投手、木下拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。YouTube なんで叩くはなしで、放送禁止用語ばっかり言ってます。いや見えない見えないで。まあ今年シーズン終わりました。2022年、どうでしたか皆さん。まあやっぱりチームが最下位ということで、はい、まあ情けないっていうことが一番最初に来ますよね。はい、はい、個人的には良、まあ、かったところを探すと、まあ、防御率は良かったんかなというところなんですけどね。まあ、相変わらず8勝8敗でイーブンなんで、変わらんなと12年間、はい、自分でも思いますね。今年も最後追い上げてなんとかこうタイにしたわけじゃないですか。自分の中で何だと思うんですか。春先圧倒的に悪いじゃないですか。悪いですね。あそこで拾っていればっていうのが、まあ、たらればになるかもしれないんですけど、一つでも勝ってればそれが9の7、10の6、10の5になってる可能性があるわけじゃないですか。まあ、僕がローテーションに定着してから10年ぐらいなんですけど、そこから春先良かったシーズンが1回だけなんですよね。オールスターまでで9勝ぐらいした時があって、まあ、その年も結局11勝10敗だったんですけど、まあ、最初に貯金したらやっぱ楽ですよね、めちゃくちゃ。絶対そうですね、はい、いつも追いかけるんで、0勝何敗からのスタートとかなんで、ね、そういうシーズンを送れるようにしたいですけどね、本当に。まあ、でも今年はね、久しぶりにキャンプも参加して、はい、秋のキャンプ。そうですね。ね、まあ、年もそろそろいい、ね、35?4 の年ですね、今年は。来年5の年です、ね。今年だよね。ということで、ちょっとこう早めにスタートするということで。そうですね、立浪監督が、うん、まあ、年齢重ねてきたら、指導するのが大変やからということで、うん、まあ、秋のキャンプ出といて、うん、そこから落とさないようにして春を迎えてほしいということでキャンプも出ました。え、実際どうですか、その中6で回るわけじゃないですか、ローテーションって、はい、そろそろ34になってしんどいなって特になく、うん、しんどいですね。もともと張りがあんま取れない、体の張りが取れないタイプだと思うんですよ僕。なので中6日でも、もう前日でもやっぱまだ肘とか張ってますし、うん、まあ、そこトレーナーさんが治療してくれて、なんとか中6で回れてるっていう感じなんで、まあ、中10日とかあればいいかなとか正直思ってますけどね、本音を言えば。ね、投げないとね、給料もらってるからね。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。まあ、そこの責任感もありますし、余ったれていられないんで、まあ、中6で規定投球回を最低限投げるというのは僕の1年間の最低の目標ですよね。はい、じゃあ祖父江投手どうですか。はい、僕はもうまあ、チームは最下位だったんですけど、自分の成績も今までで一番悪かったので、もう最悪な年ですね今年は。でも40試合投げるってあれでしょ、はい、一応最低ライン。最低ラインは最低ラインなんですけど、目標はずっと50試合は続けたいなってあったんで、やっぱりあと防御率がいつも絶対3点台切ってたんですけど、今年 3.8 でワーストなんで、まあ、そこ悔しいですね一番。まあ、ずっとね開幕から良くて、1回やられてからちょっとドドドって、ね、落ちちゃったね。満塁ホームラン打たれたから、ね、あそこからバッて崩れましたね。本当変えてあげたらいいのになと思いながら見てて、自分が見てて感想は良くてダメで、あ、もうそろそろ落ちていくパターンなのかなと思ったけど、そこからぶり返したじゃないですか。そこは評価できるんじゃないかなって思う。そうですね、あの時ずっとダメで1回2軍に落ちたんですよ、うん、その時に下の2軍のコーチの人とかにいろいろ相談して、あと福留さんとかいろいろ見てもらってガッと上がってきましたね。うん、福留さんには何言われたんですか。投球フォームですね。もうフォーム、気持ちが病んでるのかなと思ってたんですけど、自分がじゃなくて、もうフォームが全然違うぞって、全然僕自分で見ても分からなくて、で細かい肩のこっちの左の肩の動きとか足の出し方とかを変えたら、やっぱり球のスピード自体はそんな変わってなかったんですけど、やっぱバッターの見やすさが違うって言われて、そこを変えたらだんだん調子良くなってきました、ね。
来年は 36になります。1個違いなの？1個違いですね、はい、どっちが先輩？僕です。最近すごい聞かれるんですよ、みんなに。え、大野って呼んで大丈夫なのみたいな。そんな中に、いやいや、僕上なんですけど。だってなんか田島大野祖父江って言ったら、はい、みんな分からなくなるよね、ちょっと。そうなんですよ。で、こいつらもこいつらで敬語使わないんですよ。しかもこういうメディアとかテレビの前だけど全然祖父江とか家族とかも、あれ大野くんって下だよね、下だよ。そう、なんか気まずくなるんですよね、家族の中でも。え、何歳までやりたいとか。え、正直今トヨタに行ってて、はい、祖父江が、あの祖父江がっていうみんな言うよ、ね、みんな。そうなんですよね、よう頑張ってるよって、はい、今監督やられてる藤原さんも背番号33をもらった時に、お前33までできたら同じだぞって。いや、できるわけないじゃないですか。だよなとか言われてたんですよ、周りのみんなも。できるわけねえじゃねえかとか、まあ、目標として頑張ればみたいな感じ言われてたんですけど、まあ、35まで超えたもんね。超えたんで、あと怪我、ま、ね、怪我だけだね。そうですね、怪我はしたくないですね、はい。木下選手どうですか？いや、もう、はい、個人としても黄色がしたしね。はい、でもそうですね、会見の時に言ったんですけど、最下位は僕のせいっていうの、結構流行語を狙ってたんですけど。ちょっと遅いわ。村上様に勝てなかったですね、はい。まあ、でも本当に思ってます、はい。受ける方はね、やっぱりいろいろ難しさがある。やっぱり打たれたらキャッチャーの責任になるし、そこはやっぱりね、ちょっとこう監督にもいろいろメディア通しだけど言われてたことがあって、はい、まあ、本心は知らないんだけど、本当の話はね、その5番打ってたじゃないですか、はい、あれは実際どうだったんですか？いや、もう打順は、そんなに変わらなかったですね。5番打っててもノーアウト1塁とかでは普通に送りバントも出てたんで、まあ、本当になんか任されてるっていうよりは、まあ、入れたみたいな感じだったので、まあ、確かに得点圏で回るケースは増えるんで、まあ、プレッシャーかかる度合いとかは大きいですけど、まあ、今年1番と2番以外全部打ったんですけど、まあ、4打ったね。4も1回打ったんですけど、まあ、打順のその難しさとかはあんまり感じなかったです、はい。感じんか、あんまり感じなかったです。何番でも感じなかったです、はい。じゃあそれが5番がそのやっぱリードってかなり、キャッチャー経験したことがないんで分かんないんですけど、はい、頭使うじゃないですか、はい、そっちに労力がいって、はい、打つ方がちょっとおろそかになるというか、ちょっとこう打てなくなるっていう人が多いじゃないですか、はい、基本的には、はい、あんまりそれはなくなかったです。まあでも5番打つときに大体、まあ、今年周平も京田もなかなか年間通していなかったんで、あの6、7、8って僕は、まあ、出始めて3年目なんで、向こうのバッテリーからしても多分ある程度なんかデータとかあると思うんですけど、どうしても若手が出てたんで、まあそこの難しさというか、やっぱり6番にその若手がいるとどうしてもやっぱり気持ちよく打ってほしいっていうのがあるんで、なんか手数が少なくなってたなっていうのは思いますね。逆にその6番とかに阿部さんとかアリエルとかがいた時は、逆に僕にどんどんストライクが来てたんで、まあ、打順っていうよりもそのつながりの中の、はい、難しさはあります。本心は何番してんの？まあ、4番ですか。来年でもね、ビシエド4番確約されてないからね。いや、本心は本当に、はい、どこでもいいですけど、まあ、なんか取材で5番がまあ一番打率が悪いっていうのが出てたんで、はい、まあ、メディアはそうやって言うからね、はい、あのやめたいですね。え、今年何試合？120試合です。キャリアハイ、キャリアハイ。いや、出場は去年の方が出たんですけど、まあ、来ていったのも初めてだったんで、はい。やっぱね、木下選手は被らないといけないと思うんでね、はい。まあ、給料上がったし、はい。奥行ってないんでしょ、ではまだ、はい、まだ奥行ってないんでしょ。奥行ってないです、はい、ね。あのこんな人が言ってるんだ。いや、いつもなんかその給料の話になるとこれ言ってるみたいな感じでいつも言われるんで、早く追い抜きたい気持ちあるんですけど、でも来年全然チャンスあるから、はい、はい、まあ、期待してます。まあ、今年ね、あのヤクルトが優勝したわけじゃないですか。ヤクルトと
ドラゴンズの違いって何なんですか、その中で一緒にやってて。雄大なんていうのは、まあ、何試合投げたのかな、ヤクルト戦は4試合ぐらいですかね、4試合ぐらいだったと思います。まあ、祖父はいつ投げるか分からない、はい、で、ね、木下は、うん、まあ、被るわけじゃないですか、はい、強かったですか。強いですね。強いですね。でもなんか勝ち越しましたよね。確かに、うん、はい、打線はもともと強いと言われているチームでピッチャーが良くなったわけじゃないですか、まあ、村上選手いましたけども、はい、その他にこれやばいなっていう選手いました。そのみんなやばいと思うんですけど、あえてあげるならこのバッターいたからめんどくさかったなとか投げててありました。僕はバッターはあんま感じなかったですけど、やっぱり去年のヤクルト、まあ、2連覇じゃないですか、去年今年と見ててやっぱり中村悠平なんかなと思いますけどね、キャッチャーとしての、まあ、特にやっぱ日本シリーズとかじっくり見てますけど、去年今年とリードすんなと思いますよね。やっぱりしかもヤクルト去年優勝したのはやっぱピッチャーが整備されてきたからだと、うん、もちろんバッターもすごいですけどね、ピッチャーが整備されてきたから、その中でやっぱ中村悠平が 出始めたピッチャーをリードするのがうまいなと、うん、特にその第三球種あらしいねと僕は思うんですよね。その、まあ、2つ使えるピッチャーっていっぱいいるんですけど、3つ目をなかなか使い切れない、ピッチャーとしても投げにくいっていうか、うん、それを要求しながらカウントによってうまいこと要求しながら、まあ、絶対バッターが待ってないような時とか、まあ、じゃなくてもボール先行でも使ったりとか、そこの使い方がうまいなと思いながら、うん、まあ、中村悠平やっぱすごいなと思いますね。幅が広がったんかな、うん、なんかヤクルトの人に聞いたんやけど、なんか1個球種覚えようっていう、持ち球プラス1個覚えよう、まあ、今ドラゴンズだとシュートをピッチャーでやろう、 そうですね、まあ、あんな感じでこう固定じゃないんだけども、持ってる球種以外にそれを伸ばそうじゃなくて1個覚えようっていうのを去年やったかな言ってて、それでピッチャー良くなったって言ってましたね。バッターでいましたか、なんかやっぱりオスナ、オスナやんね、あとあの2人がやっぱ強力なんで、まあ2人とも打率とかは多分あんまり良くないんですけど、まあ、嗅覚がすごいというか、まあ、僕のイメージですけど、村上、山田村上あたりをちょっと警戒して歩かすと必ず打つっていうイメージがあって、掃除するもんね、ちゃんとね。だから解説者の人ってよく村上はこう抑えるってとか、まあ歩かしてもいいって言うんですけど、もうやってる方からしたら1打席目からそんな歩かすありきでいくと、そこのなんか掃除されてそれこそ大量点になるんで、まあ、結局勝負、村上でも一応勝負しないと、なんか何回かあって村上にツーラン打たれとけばよかったのを歩かしたからスリーランになるっていうパターンとか、スリーランでよかったのが満塁ホームランになる、ソロがツーランって、なんか歩かしても後ろに、まあ、特に神宮だとホームラン打てるバッターがいるんで、まあ、結構うちホームランやられたんですけど、その歩かしも多分少なかったんで、まあ、勝ち越したのは案外そこかなとも思いますね、はい、日本シリーズもオスナめっちゃ打っとったもんね、うん、すごいですね。なんか、なんでなんですか。その CS ファイナルの阪神対ヤクルトの神宮の初戦かな、西勇輝が先発で、あれはね、でそれこそ山田ツーアウトから山田村上歩かしてオスナにシュート、スライダー見送られてシュートをスリーランという、でも投げてる方からすると、まあ、もちろんその上から見ている人と中でやってる人は全然違うんだろう、見え方っていうのはオスナなら抑えられそうっていう気があるわけでしょ、うん、まだそれで痛い目に遭ってることでしょ。まあ、でもその、まあ、まだ現役だしお互い現役だと思うんですけど、最後村上選手をなんか抑え出したじゃないですか、なんとなく。いやでも最後はホームランを意識してました、多分彼も結構、はい、意識、はい、するところもあったんで、ちょっと崩れてるなっていうのはありましたけど、小笠原、ね、慎之介投手がうまくこう崩したというか、
一個ちょっとターニングポイントだったのかなと見てて思ったんだけどね。じゃあね、まああのまあ引退して2年、勝ち試合じゃないと面白くない。今年は借金9個ということでね、やっぱ勝ちゲームを見たいんで、はい、なんとかやっぱり守り方なあかんのじゃないかなと思うんですけどね。僕は打つことが打つことかってちょっとこう目立っちゃうけど、やっぱり、まあ、ロースコアは面白くないですけど、正直見ててやっぱそういう試合が増えてくればいいんじゃないかなと思うので、まあ、かなり年30入ってくるんだよね。もう30歳、32の年です。来年はもう、はい、もう結構いい年になってくるんですけどね、はい、皆さん1年を長く頑張ってください。はい、はい。